えー、ちょっと時間に遅れまして、申し訳ございません、えー、本会議が遅れたことと、まあ、私の秘書を20年間やってくれている金指秘書の、まあ、永年金属表彰をあの十数名の衆議院の、まあえー、秘書があ受けましたので、その一人として、えー、金指君も表彰されたということで、そこに同席をしておりました。まあ、あの考えててみれば20年という,う長きにわたって まあ私を支えてくれたわけで、えー、そのごとに改めて、えー、感謝したいというふうに考えております。えー、あっという間に20年経ったなと、おまあ、そういうふうに受け止めております。えーまあ、彼にとってはあ、私の事務所で最愛の伴侶も得たわけですからあの、そう悪くない選択ではなかったのではないかというふうに思っております。さてあのー 今日はあは国会が始まったということで、総理はじめ、各大臣の演説がありました。まあ、総理の演説は、極めてえまあ明快なものだったと、何をやらなきゃいけないのかと、何をやろうとしているのかということが、きちっと伝わる、まあ、そういう演説であったというふうに思っております。えー、まあ新年の1月4日の記者会見と同じでありますが、それをさらに深め、 えー、そして具体化した、まあ、そういう非常にいい演説だったというふうに考えております。併せて、えー、来年度予算に盛り込まれたあ政策、あるいはこれまで民主党が取り組んできた政策についても触れられておりますので、えーまあ、今回のお総理の施政方針演説をお読みいただくと、今の1年半の民主党政権の、お 全体を振り返って、総決算といいますか、全体を説明していることにもなっているということで、えー、ぜひ多くの方に読んでいただきたいな、あるいは聞いていただきたいなというふうに思っております、えー、あと前原大臣、野田大臣とありまして、えー、最後、与謝野大臣の演説がありました、えー、もう少し野次が多いのではないかというふうにも思っておりましたが、 まあ、野党の皆さんも比較的静かに聞いていただきました、えーまあ、振り絞るような声で,です、ね、演説をされて、えー、そして、与、え、野、ーまあの大臣の政治、まあ、生命をかけての取り組みというものが伝わってきたのではないかというふうに思っております、えーまあ、これから予算委員会の審議が、まあ、もちろんその前に代表質問があるんですが 厳しい予算委員会の審議も予想されますが、あそういった与謝野大臣の思いというものが、まあ、しっかりと国民の皆さんに伝われば、まあ、私はあのご理解いただけるのではないかと、多くの国民の皆さんにご理解いただけるんじゃないかというふうに思っております、えー、私からは以上でございます。